とある田舎の駅を照らす神々しい朝日。しかしそれはこの時刻に西からやってくる列車の運転士に過酷な運転条件を強いることになるのであった。魔境駅。次に1番線から発車します列車は7時16分発普通列車熱海行きです。この列車は6両編成です。乗車位置は黄色い数字4番から9番です。1番線に普通列車熱海行きが到着します。危ないですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は6両編成です。乗車位置は黄色い数字4番から9番です。この列車は沼津、三島、神奈美の順に停車します。お分かりいただけただろうか。手かざし日よけスタイル。運転席備え付けサンバイザーでは決して抑えることができない魔境駅の朝日。真正面からひときわ輝く朝日を浴びなければならない魔境駅の朝日。という話はそれはそれとして、駅構内をケニー・ロギンスのデンジャーゾーンを BGM に、サングラスをかけた電車運転士がカクカクした黒いバッグ片手に颯爽と歩いている姿を見かけたことがありません。もしかして鉄道の運行規定とか運行規則的なものに、運転中にサングラスを使用してはならないとかいう条項があるのでしょうか。あるいは撮り鉄の間でも運転士がサングラスをかけて運転している姿を撮影するのは20年に一度くらいの快挙であるとかで、妄想列車は止まりません状態ですね。